こんにちは。3分でしっかり身につかえていいパスポート、渡辺咲希です。今日はですね、初めて質問箱にご質問をいただいたので、動画を持って返していきたいなと思います。質問を読みます。 YouTube の動画を拝見させていただきました。他の方がいろいろと説明しているのですが、結局のところ IP アドレスと MAC アドレスの違いがよく分かりませんでした。改めてご説明していただけたらと思いますということです。それでは今日はですね、こちらの、スライドを使って説明していきたいと思います。それでは初めに MAC アドレスと IP アドレスのざっくりの違いから見ていきましょう。まず MAC アドレスとは唯一無二の存在、物理アドレスと呼ばれていて、一つの端末に一つしか存在しません。一方で IP アドレスは様々な種類、そして振り出し方に区分けがされていくので、その違いを詳しく見ていきます。さらに IP アドレスは IPv4 と IPv6 のいずれかに分けられます。この違いは、当初パソコンが始まったばかりの時代は IPv4 というもので IP アドレスは名付けられていましたが、徐々にパソコンが普及するにつれて IP アドレスの方は、枯渇化してきています。これについては、第3回の IP パスポートの講座で紹介しています。そのため IPv4 から IPv6 に移行しているという状況がこの2つに分かれている理由になります。そんなわけで、この段階で分かることは、まずサイズがそれぞれ違います。MAC アドレスは48ビットで唯一無二の存在として表記されます。そして IP アドレスは IPv4 と IPv6 に分けられて、当初は32ビットで書かれていましたが、徐々に128ビットで書かれるというふうに分類が分かれています。ここまででざっくりな違いが分かったので、今度は詳しく、まずは MAC アドレスについて見ていきたいと思います。MAC アドレスについては3分でしっかり身につく IP パスポート講座の第6回でも詳しく説明していて、各ネットワーク機器に固有に振り分けられたユニークなアドレスのことです。各ネットワーク機器には NIC と呼ばれる装置が存在していて、この中に物理アドレスとして MAC アドレスは記載されています。先ほど MAC アドレスは48ビットで記載されていると言いました。48ビットのうち初めの24ビットはメーカー番号で構成されていて、残りの24ビットは製造番号で構成されています。これによって世界に一つのユニークなキーを実現しています。というわけで、 MAC アドレスとはパソコンが製造されるときにすでに決定されているものであるとも言えますね。一方で IP アドレスとはネットワークにつながるときに決定されるものという違いがあります。そんな IP アドレスは IPv4、IPv6 いずれもグローバル IP アドレスとプライベート IP アドレスが共存する形となっています。さらにそれぞれは固定なのか動的なのか、表現方法もそれぞれ変わっていきます。順番に見ていきましょう。まずグローバル IP アドレスとは、ルーターを介してネットワークごとに割り当てられる IP アドレスのことです。なので一つ屋根の下で同じルーターを使っている人は同じグローバルアドレスが割り振られます。同じ会社で同じルーターを使っている場合も同じグローバルアドレスが割り当てられています。一方で私の家と隣の人のお家が違うルーターを使っていたら、グローバル IP アドレスはそれぞれ違うものが割り振られるという形になります。そしてプライベート IP アドレスはルーターを介して端末ごとに割り振られる IP アドレスのことです。一つの会社で例を挙げてみると、同じ屋根の下で同じルーターを使っていたら、グローバル IP アドレスは同じだけれども、プライベート IP アドレスはそれぞれ異なってくるというのがこの違いになってきます。というわけで、グローバル IP アドレスとプライベート IP アドレスの違いは、2つは共存関係にあるけれども、割り当てられる IP アドレスはネットワーク単位なのか端末単位なのかといったところが違いになってきます。はじめに注意したいポイントは、グローバル IP アドレスとプライベート IP アドレスは1つのパソコンでネットワークにつなぐとき共存する関係、どちらも存在する関係でした。一方で固定なのか動的なのかというのは IP アドレスの表現方法に違いがあります。なので固定と動的
はどちらか一つしか対応されない表現方法となってきます。まずはグローバル IP アドレスから見ていきましょう。ほとんどのケースが動的な IP アドレスだと思ってください。動的な IP アドレスはプロバイダーが都度 IP アドレスを貸し出して振り出している状況だと思ってください。もちろんグローバル IP アドレスにも固定 IP が存在します。表現することは可能ですが、 IP アドレスを特定されてネットワークに侵入されてしまうリスクが存在します。そのため動的 IP アドレスが一般的だというふうに理解をしてください。一方でプライベート IP アドレスは企業内で使うものなのか、一般ユーザーが家庭内で使うものなのかによって固定 IP か動的 IP なのかが変わってきます。まず一般ユーザーが家庭で使うケースを考えると、毎回ルーター側で振り出しをしても何も問題はありません。グローバル IP アドレスで動的だった時と同じ挙動が取られます。一方で固定 IP をプライベート IP アドレスを利用する際に採用することは、企業内でパソコン単位で厳重な管理を企業側が行いたいケースで固定 IP という表現方法が採用されます。この2つの軸、グローバル IP なのかプライベート IP なのか、固定なのか動的なのか、これらを細かく管理することなんかややこしく感じるかもしれません。ですがイメージとしてはここを守るためにこの分けが存在していると思ってください。まず企業はネットワークはグローバル IP で動的に振り出すことでネットワーク自体を守ります。そのネットワークを守った上で個人管理をしたい場合はプライベート IP アドレスによって固定化してログを管理できます。その必要がない家庭向けのものは動的のままでも大丈夫。そんな風に使い分けがされていると理解していただけると嬉しいです。そんなわけで今日は初めて質問箱の質問に答えていきました。分かっていただけたら嬉しいです。またご質問ありがとうございました。この動画がナイスと思ってくださった方は動画へのいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。他にもご質問まだまだ受け付けていますので、質問があるという方は Twitter SKWX の質問箱までご質問をお待ちしています。それではいってらっしゃい。